それでは実際の日民貿易について見ていきましょうということになります。さあ、日民貿易という形になるわけなんですけれども、どういうふうな状態ですか？はい、日本と明の間での貿易。はい、時代背景しっかり見ておいてください。室町時代に行われた貿易です。日本と明の間で行われた貿易のこと。はい、通称名が勘合貿易というふうに言われます。さあ、勘合貿易ってそもそも何ですかっていう形になるんです。はい。で、貿易を自由にしていいですよっていう風にしてしまうと、民としてはかなり困るんですね。要するに貿易自由にしていいですよと同時に海賊が大量にやってくるってことになってしまいますから、いや、それちょっと勘弁してくれと。いう風な形になるわけですよね。つまり、要するに民としては貿易する船が果たして日本からちゃんと貿易船として認められた船なのか、いいですか？貿易船として認められた船なのか、海賊なのかを要するに分けなければいけないという形になります。つまり、ここで大事になってくるのは、ここで使ったのが勘合というものを使うわけです。勘合というのは貿易の許可証だと思ってください。許可証、いいですか？これは、この船っていうのは貿易をしてもいいですよという許可を得た貿易船に関しては貿易しますよ。日民貿易しますよ。ただし、この勘合という許可証を持っていないものとは、つまり港の中に入れませんよというふうな形にしたのが勘合貿易という形になります。よろしいでしょうか？もう一回セットで覚えましょう。日民貿易、日本と民の間で貿易したもの。それは一体何を使ったんですかというと、勘合というものを使いましたという形になります。勘合って何ですかというと、貿易の許可を得られている船のことを勘合と言います。これを勘合貿易と言います。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。